はい、アポロジェクトラマーの浜崎です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。先ほど、動画を収録した後なんですけども、もう早速 Vlog を、撮りたいなというふうに思います。ちょっと本当に動画の更新が遅れてしまって申し訳ないなと思います。結構忙しくしておりまして、なんかプライベートの方は充実しています。はい、結婚記念日が、明日なんですよ。これを撮ってる、3月20日なんですけど、コロナの時期に、去年結婚をしまして、もう1年かっていう感じですよね。なんか1年経った気がしないんですけど、やっぱり本当に妻に支えられた1年だったなっていうふうに思います。で、僕自身も妻を支えることを学ばされた、1年でもありますし、どうしたらね、こう妻のためにこういろんなことできるんだろうみたいな、ことを、妻に対して提案もしたりとか、妻からこういうことを手伝ってほしいと言われたりしながら、なんとかこう新婚生活を形に、してきたっていうような感じですね。僕自身、コロナが、ね、一気に広がり始めたタイミングで、音楽の仕事もなくなってしまって、ドラマーとして、どうやって生きていけばいいんだろうとか、いろいろ、悩まされた1年だったんですけども、いろんなことが大きく変わったと思います。自分自身がこの YouTube のチャンネルを始めたっていうのも一つ大きな、ことでもありますし、音楽が今、思いっきりできない時期だからこそ、一体自分がこの時期に何を学べるんだろうとか、どんなことがこう、ね、次のステップためにいいことなんだろうというのをいろいろ考えさせられましたね。やっぱりTwitter の中でもそうですし、他のクリスチャンの YouTube チャンネルとかもいろいろと見させていただく中で、皆さんがいろんなアプローチで、キリスト教のことをね、伝えようとしておられる姿を見ることができるのも、本当に同じ YouTube チャンネルをやってたり、こういうね、こうパブリックフィギュアっていうんですか、表に出るようなものとして励まされますね。やっぱりこうそこでいろいろ考えさせられるのは、どうやってキリスト教を伝えるかっていうことが、何を伝えるかっていうことよりも時には重要だなと思わされるんですよね。そんなことを考えてたら何も言えなくなるっていうのは正直あるんですけど、やっぱり僕が気をつけたいなと思ってるのは、自分の言葉で相手が傷つくっていうことを避けたいなっていうのが自分の思いとしてすごくありますね。聖書が語っていることをそのまま伝えて、それで相手の方が気分を害されるのであれば、私にできることってもう何もないと思っていまして、聖書に書いてあることって一体何なのかっていう話になってくるんですけど、この辺に関しては後でまたお話をしようと思うんですが、私の願いとしては、もちろん私自身にも偏見もあったりとか知識の偏りとかもあって、全てを正確にご説明できるわけではないんですけど、なるべく聖書に書いてあることをもうできる範囲の中で、自分にこう許された能力の中で、皆さんにこうお伝えをしていくと。で、それで皆さんからこう、ね、反対意見があったりとかすれば、もちろんそれは喜んで聞いていくべきだと思いますし、対話をしていくべきだと思いますし、どういった部分で、同意できないのかっていうところも話し合いが持たれるべきだなと思うんですよね。やっぱり何の助けにもならないのは、相手の人格を攻撃することだと思うんですよ。こんなことを信じているなんてアホだとかバカだとか、そういうような暴言を吐くっていうことは何の助けにもならないんですよね。実際そんなこと言われて考えたいって思う人いますって思うんですよ。僕自身もアホやバカやって言われたら、もう話したくないわって思いますもんね。やっぱり私たちクリスチャンが目指していくべきなのは、会話のチャンネルを常に開けておくっていうことだと思うんですよね。で、そのためには
やっぱりそういう、こう人格攻撃であったりとか、相手のキャラクターというのを攻撃するっていうような発言は慎むべきであって、純粋にその人の哲学的な立場、まあその人の立場、その人の考えっていうものを、それに対して、まあその相手の考えに対して疑問を呈するっていうことができればいいなっていうふうに僕は思ってますね。もちろん、その方、まあ相手の方に期待するのも、僕をなんか個人的に攻撃しても、僕はクリスチャンですけど、僕がクリスチャン代表ではないので、聖書に書いてあることを、まあぜひ攻撃するならしていただきたいっていう感じですよね。で、それを通して、じゃあ一緒に考えていきましょうと。どっちが正しいんでしょうねっていうところもそうですし、聖書の立場に立ってる私としては、その聖書に書いてあることが本当に真実なのかどうかっていうところをやっぱり話し合っていくっていうことができると、お互いにとってメリットがあるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、それがなんか最近こう結構クリスチャンの方々と、クリスチャンでない方々との会話もそうですし、クリスチャン同士の会話をいろいろ聞く機会があって、感じてることの一つですかね。まあ、僕自身も完璧にできるわけではないので、場合によっては相手の方をこう言葉によって傷つけてしまうっていうことはあるわけで、でも、僕が大事にしてるのは、相手の方が傷ついたっていうのが何によって傷ついたのかっていうのがやっぱ大事なんですよね。先ほども言った通り、僕の言葉だけによって、傷ついてしまったのであれば、まあ、それは僕の言い方悪いと思うんですよ。でも実は聖書にこういうことを書いてあるんですよ。聖書に書いてあるのは実はこういうことなんですよっていうことをお伝えして、そんなわけあるかっていうふうになった時は、まあ是非とも話しましょうと、本当にこの聖書が言ってることってそうなんでしょうかねみたいな、私はそうだと思ってるんですけど、そうじゃないと思われる根拠っていうのを是非ともお聞きしたいっていうような、立場で話し合いができることを僕は願っているんですけど なかなか難しいですね。これは僕が持っている情熱なので、いっぱいこう叩かれたりとか攻撃されたりとかすることはこれからもあるかもしれないんですけど、まああると思うんですけど、まあ、神様がそばにいてくださると 信頼して、そして何よりもやっぱりこう妻によって支えられていますので、僕はこうやって表に出て、キリスト教のことを語ることが大胆にできるっていうのは、もうひとえに神様の助けと、そして妻の支えによるものだと、ここではっきりと申し上げておきたいと思います。そうですね。まあ、近況報告できるようなことがあまりないんですけど、まあ、相変わらず、音楽の仕事はほとんどありません。まあ、この際も自分で何か企画しようかなと思ってますね。ちょっとしびれを切らしてきましたので、まあ、もちろんそのいろいろと細心の注意を払って、感染症対策とかね、いろいろしながら、イベントを企画していくべきだなと思うんですけど、なんか自分で企画してみようかなっていう思いには徐々になりつつありますかね。また、その辺に関しても、ここでご紹介できればなと思ってます。で、先ほど聖書に書いてることそのまま皆さんにお伝えしていきたいんだっていうことをお話ししましたけど、実は、3月の27日ですね、ちょっと迫ってるんですけど、27日の土曜日の夜7時からですね、岡田大介さんという方を、お呼びしまして、この方は牧師の方でもありますし、日本聖書学院という、まあ、学校の学院長をされてる方でもあるんですが、その方をちょっとお招きしまして、まあ、ズームでですね、ウェビナーっていうのをちょっと開催しようと思ってるんですね。そのトピックっていうのが、聖書的であるとはどういうことかっていうタイトルでちょっと話していただこうかと思ってます。まあ、僕は先ほどね、こうふんわりと聖書に書いてることをそのまま伝えたいんだって言いましたけど、じゃあ聖書に書いてあることってどういうことみたいなね、聖書的な解釈とか、聖書に書いてあることをなぜこう、ちゃんと伝えることができるのか、っていうことを含めて、まあ講義をしていただきたいなと思ってます。で、まあ7時から多分その1時間ほど、セミナーをしていただいて、まあ、講義をしていただいて、で残りの1時間は質疑応答みたいな、皆さんとまあ交わったりしながら、
話し合っていくというようなことができればなというふうに思っています。まあ、セミナー自体は基本的にはクリスチャン対象かなとは思うんですけど、もし真摯にまあお話を聞いてみたいという方がおられたら、ぜひノンクリスチャンの方も、クリスチャンでない方も来ていただければなというふうに思ってますね。はい。まあ、自分自身が企画するセミナーとしては多分初めてになるのかなと思いますので、いろいろ不手際もあるかもしれませんけども、概要欄の方に参加の予約であったりとか、まあフライヤーは貼れないかわかんないですけど、まあ多分画面のどっかにフライヤー映ってるんじゃないでしょうか。そういうのもどっかにこういろいろ情報としては概要欄も含めて載せておこうと思いますので、ぜひそこから予約をしていただければ、登録いただいたメールアドレスの方に、後ほど Zoom のリンクっていうのをお送りするというような仕組みにしようと思っております。なので、3月27日夜7時からですけども、ぜひ、ご予定の相手おられる方は、来ていろいろ話を聞いていただければなと思ってます。はい。ということで、まあ、短い Vlog なんですが、これぐらいにしておきたいなと思いますね。もうちょっと Vlog は更新の頻度を上げようと思ってますがすいません、なんかちょっと不定期になると思います。はい、お許しくださいということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。